はいどうも、ケイキングです。今日はですね、FFB、現戦争やっていこうと思うんですが、まあサムネね、出してるんですが、はい、これです。ラムザのね、トラマス、来ました。はい、限界突破ね、覚醒山6終わったんですが、限界突破5、できます。行きましょう。はい、まずはね、ちょっとこれ、やっちゃいます。はい、ということで、一応ね、まあここからまだ育成はね、していかないといけないんですが、はい。まあ、服もゲットと。そして、まあ、上げることができる。まあ、ちょっと上げましょうか、軽くね。またこれはね、素材貯めておきます。まあ、ぼちぼちね、上げておきます。はい。とりあえずは、タクティクスのキャラ、一体、ラムザ完成。そして、まあ、ガフガリオはね、まあ、イベント、なんでね、まあ、イベントも完成してます。で、あとは、シドっすね。はい。で、シドもね、今、覚醒できます。はい、覚醒します。はい。これで、まあ、6まで終わって、あとは限界突破だけ。限界突破が、ちょっと遠いんですよ、これ。120個必要なので、まあ、まだね、期間はあるので、ショップに出たらね、まあ、買っていくんですが、まあ、これがね、なんとも言えないんですよ、これ。で、ラムザね、来てほしいなってさ、こう、限界突破、今、トラマスね、取るまで、まあ、限界突破上げるときにね、来てほしいなと思ってるときは来なくてね。こうやって、終わってるともう来てるんですよ。これ更新で。そう、更新しますね。あー、厳しいね。銃使おうか。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、なかなかシドがね、出てこないんですよ。出てくれば、買うんですけどね。まあ、ちょっと焦らずね、ちょっとギリギリまで、待とうかなと思います。ちなみに、ラムザは、ここ。属性のね、ショップ。ヒガリの属性ショップで、達成しました。これが最後。だからショップね、こっちまで来なかった、その時は。で、今またさっきね、最初出てたんですから、ラムザ。あってね、更新のとこ来るんですよね。終わったら。まあ、最悪ね、イベントのやつはもう交換したんですよ、かけら。交換したので、まあ、最悪、ちょっと間に合わなかったら、まあ、ガチャっすね。うん、ガチャ行きます、また。で、ここのかけらを取って、まあ、追いつかせるという感じかな。はい。まあ、そんな感じにね、しようかなと思います。はい、ということで今日はね、あとは、ちょっと一日、一回でも召喚、行きましょうか。これですね。はい。無料の10連召喚。まあ、あとは、チケット、チケットも使おうか、これ。うん。先にちょっと10連引いてから、チケット行きましょうかね。狙いはフェデリカです。さあ、ここもね、大事ですからね。頼むぞ。あ、で、動画ね、撮ってないですけど、ね、昨日ね、2枚抜きしました。2枚抜きで、芝来ました、芝。いや、芝嬉しいですね。持ってたんですが、嬉しいよね。はい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 。オッケー。まあまあ、SSR は嬉しいよ。ただもう、この辺はね、もうほぼほぼ、もうほぼもう終わってますね。はい。一応こんな感じと。よし。じゃあ次はチケット行こうか。いや、ここで引けたら最高っすけどね。よし、まあ飛ばそう。はい、次行きましょう。SSR 確定です。ビジョンカード。いや、本当はね、OD も欲しいんですけどね。OD 好きなんですよね。まあ、どのシリーズのオーディンが好きかってなってくると、やっぱ5っすかね。オーディンだったら。まあ、8もいいけどね。とりあえず、OK。残り、あ、ユニット確定でも5枚あるんでね。ちょっと先こっち行こうか。はい、まあ、これもスキップでいきましょう。あ、SR ね。
はい、それじゃあ、5枚ね、使います。うん、頼むぞ。こういうので、ちょっとね、ポロッと出てくれると嬉しいよね。まあ、ユニット確定は結構嬉しいんですけどね。チケット売ったよね。まあ、まあまあね。まあね、終わってないんで、まあまあ、いいっちゃいいけど。まあ、SSR のユニットは、まあ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 って感じですね。ね、SSR。うん、まあそうですね。まあまだまだ当たっても、まあ。あ、一応ラムザーとかはね、育成のまあ状況とかね、アビリティはね、はい、こんな感じです。一応すべてね、抑えました。で、まあポイントも余ってるので、こっからね、アビリティ強化。まあ、やっていくんですが、まあ、どうしようかなっていう感じですね。はい。まあ、あとはレベル上げようかなと。まあ、とりあえず99までね、上げたい。はい。まあ、ラムザはね、こんな感じ。まあ、3人ね、ちょっと迷ってるんですよね、今。まあ、やっぱりアリーナだと、まあ、ギルドバトルとかね、だとフェデリカはやっぱ強いですよね。で、これも限界突破でね、まあ、これ毎日2個ずつ。まあ集めることができるので、まあ集めてね。ショップに出たらもう買ってます。で、一応フェデリカはね、取れます。こんな感じ。まあ欲しいですよね。とりあえずね、押さえておきたいよね。一応アビリティもね、まあこれもね、ポイント余ってるので、まあもっとね、強化したいなって感じですね。ただ今はタクティクスのキャラをね、優先してるので、まあ、ギルトが使うならまあそっちかなと。で、オールラウンドが、まあ、一応ここ上げることできるんですが、まあ、まだまだですね。当たるのがね、本当ラムザー後になりましたからね、かなりね。やっと引けましたからね、こいつはね。まあこの辺適当にちょっと抑えて、まあとりあえずすべてね、また取っておきます、これは。はい、一応こんな感じ。まあまだまだっす。まあ今からっすね。まあちょっとしっかりね、育てたいですよね。まあまだこんな中途半端だとね、まあ私強くないですよ。やっぱり。強くない。なんで、ここからまあ育てるからですね、しっかりね。そしてやっぱトラマスも欲しいですね。自身にダメージを軽減するバリアを張る。絶対欲しいわ。この辺はちょっと絶対抑えて、もう足りなかったらもうガチャも回すと。はい、あと99になってるのはまあ3人ですね。まあいつもの3人。いつめ。ザザン、ヤシトラ、で、ボントね。で、エトはもうトラマスを持ってて、まあ、持ってるのは今のところザザンとトラマス、ヤシトラ、そして、エトは、だけですね。他もね、取ろうと思ったら取れるやつ、まあ、結構いるんですけどね。まあ、ちょっと素材どうしようかなって感じですね。まあ、全員のね、トラマスちょっと確認したいですけどね。まあ、こいつ押さえた方がいいっていうのね。まあ、ちょっとあるかもしれないですけどね。この SSR とかで。あ、これいいな、みたいなね。はい。まあ、そんなところかな。まあ、クリスマスはこんな感じ。まあ、今もさ、新しいキャラね。まあ、バンバン来てるね。まあ、でもね、これを絶対取らないといけないみたいな、じゃないじゃないですか。まあ、パーティーもね。まあ、こういう組み方もあるし、こういう組み方もあるし、みたいな。こういうキャラをね。まあ、しっかり育てればさ。まあ、必須のキャラみたいなのはさ、今のところはいないじゃないですか。正直ね。まあ、もちろん強いっていうのはあるっすけどね。アリーナでこいつは強いみたいな。っていうのはあるんですが。いいですよね。どんどん追加されてね。あ、こいつだと。
あ、これ引きたいよと。もう見た目的にも性能的にも、まあ自分が好みのやつが来たと。まあそこにね、ぶっ込むのいいですよね。まあ自分はこうタクティクスが好きだったので、タクティクスにぶっ込んだんですが、まあ今もこうやって新キャラ来ててね。まあ、ついついこうやって新キャラ来るのはいいよね。まあまた次のちょっとコラボとかね、まあ楽しみにしつつと。はい、ということで、シドのね、まあトラマス、また撮れるようになったら、動画ね、あげたいなと思います。まあちょっと雑談みたいになったんですけどね。まあ俺の動画こういう時多いんでね。まあ報告みたいな感じかな。はい。まあちょっと戦い終わった後やからね、ちょっとまったりさせてくれ。ご視聴ありがとうございました。